ニコンニコンクールピクスクールピクス L2 クールピクスはニコンの発売してきたデジタルコンパクトカメラであるクールピクス 950D シリーズに対しコンパクトサイズのデジタルカメラレンズなどの光学系がニコン電子系が三用電機という合作製品でもあるこの世代は100の位が製品のランクそれ以下は世代を表し数字の大きいものほど後に出た機種である 700K はエントリー機、800K は19機、900K はハイエンド機という扱いになる。すべて CCD を採用。この世代では1000の位が画素数100の位でカメラのランク、特徴を表している。L はライフの位で手軽に扱えるシリーズ。クールピクス L6S はスタイルの位でスタイリッシュボディを持つシリーズ。スリムタイプ。 フラットボディクールピックス S1 スリムタイプ、波形ボディ高額5倍ズーム。色は、ライトブラウン、マットブラック、クリスタルレッドの3色。S60 と同じく、タッチパネル方式。スイバルタイプクールピックス S4P は、パフォーマンスの良、e、いで、撮影機能や操作性を追求したシリーズ。クールピックス P1L は、ライフの良、e、いで、手軽に扱えるシリーズ。S は、スタイルのい、e、で、 スタイリッシュボディを持つシリーズ。スリムタイプ、フラットボディスリムタイプ、波形ボディ防水子供も使える、廉価版防水カメラ P は、パフォーマンスの良で、撮影機能や操作性を追求したシリーズ。初のアウトドア向けカメラオータムウィンター100を2011年8月24日に発表した。ニコンで、初めてのデラックスフォーマットを搭載した、ハイエンド機種。 後継機種が登場しないまま製造が終了した。A はアフィニティの意、e、でスリムタイプや単三電池対応の低倍率ズーム機を中心とするシリーズ。当シリーズと同時に発表された B シリーズと共通で Bluetooth を利用したニコン独自の写真転送サービスであるスナップ、ブリッジ対応機種が一部を除いて存在する。先に発売された A と 製品コンセプトが大幅に異なっている。B はブリッジの位、e、で高倍率レンズを搭載したブリッジカメラのシリーズ。スナップブリッジに全機種が対応している。防水モデルクールピクスシリーズで有名な機能がレンズ部が天地方向に回転するスイバル機構。これは以下の機種が搭載している。大口径ズームレンズを固着し、 液晶ビューファインダーで一眼レフカメラと同等の機能、使用感を実現したもの。いわゆるデジタル一眼レフカメラと異なり、レンズ交換はできない。一時は人気があったが、デジタル一眼レフの価格が下がり、収束した。現在のところ、ニコンがクールピクス用として供給する電池は、アンエルで始まる型番のリチウムイオン二次電池と、 アンメガヘルツ 1B2 の炭酸型ニッケル水素二次電池のみ。100や900など、炭酸型電池を4本必要とする機種もあるが、メガヘルツマイナス70、メガヘルツマイナス71は一度に2本しか充電できない。以下、電池の型番、充電器、対応機種を列記する。なお、以下の電池なら互換品がある。USB に対応するまでは、シリアルか、スカジー。 メモリカードで撮影画像を PC に転送していた。ニコンビジョンからニコン製フィールドスコープにクールピクスを接続するためのブラケットコンパクトデジタルカメラブラケットが提供されている機種。クールピクスでは950でグリップラバー色に赤を採用して以来5400までグリップ部を仮想数別に色分けしていた。ラバーのない機種でも 何らかの形でその色を使っている。ただし、日本以外においては300万画素以上の900系の機種でこのパターンに当てはまらず、赤を使用しているケースがある。ありがとうございます。